アンリー・シュドは、スウェーデン出身のデスメタル・バインド。母国のデスメタルシーンに影響を与えた先駆者として知られている。バイキング文化、キリスト教伝来以前の世界への改装、北欧神話の伝承などをテーマにしたスタイルが特徴。1989年、ジョニー・ヘッドルンドを中心に、ストックホルムで結成。1991年、センチュリーメディアレコードから、ファーストアルバム。 ウェアノーライフ・ドゥエルズをリリースしデビュー。1992年に、セカンドアルバム、シャドウズ・イン・ザ・ディープをリリース。さらに3作のアルバムを発表した1997年、以降から活動を休止。2002年、シックスアルバム、ヘルズ・アンリッシュとリリースし、ライブ活動を再開。2004年のセブンスアルバム、スワーンはアリージャンスリリース後に、長年所属した。 センチュリーメディアを離脱。SPV 参加のレーベルスティームハマーに移籍。2006年の移籍後初となるエースアルバムミドヴィンターブロッドをリリース。2010年大手レーベルニュークリアブラストに移籍し、10枚目の記念アルバムアズ・ユーグド・ラシルとレンブルズをリリース。2012年イレブンスアルバムオデルハイムをリリース。2015年トゥエルフスアルバム ドーン・オブ・ザ・ナインをリリース。2018年5月、新たにナパームレコードに移籍したことを発表した。ありがとうございます。